JR 武蔵小金井駅南口イトーヨーカドー3階のメガネの前田でございます。今回は携帯用の老眼鏡、しかも度数が入れられる、メガネスライト2をご紹介したいと思います。こちらに並んでいるのが、携帯に便利な老眼鏡用のフレームスライト2になります。かなりこの業界、昔からあるタイプではございますけれども、既製の老眼鏡と違って、いろんな度数を入れることができるということで、大変便利なフレームです。最近はタイプもいろいろございまして、こういうセルを使ったタイプもございます。で、こちらの最大の特徴は、この非常にスリムなケースの中に、このように収めることができます。でポケットの中にも簡単に入れることができますので、大変携帯に便利な老眼鏡、しかも、乱視とか左右の度数が違う方には、最適な、携帯老眼鏡用のフレームです。ぜひ一度ご来店いただき見ていただきたいと思います。